こんにちは。こちらの、紹介文には、長く楽しく続けたら嬉しいですっていうコメントがあるんですけれども、メンバーは長い時間一緒に練習してるわけではなく、新しいメンバー、はい、はい、ご苦労様です。いつもお世話になってるのに演奏まで疲れるでしょ。ありがとうございます。大丈夫です。まあ、ここに質問のことが載ってるんですけれども、私も知らないわけじゃないのでなんか聞きにくいんですけど、今日の選曲はどのようにしてこの、2曲に決めたんですか？はい選曲は、五重奏を今回選曲したんですけれども、はい、見ての通り4人しかいないので、それでなんとか小山先生に入っていただきたいなと思い、その交渉に成功したら五重奏にしようと思って花のワルツにしました。今回成功して一緒に入ってくださいます。はい、よかったですね。ありがとうございます。あとは助けていただきます。あ、そうですね時間すごく遅くまで大変な思いされたと思うんですけども、素敵な演奏をぜひしてくださいね。あと、お衣装もとても素敵で、ありがとうございます。ありがとうございます。花のワルツに合わせて。あ、そうなんですね。素敵ですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ素敵な演奏、はい、期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。Thank you.
Thank you.